テイルズオブシンフォニア、こちらのリマスター版、ニンテンドースイッチ版が、ついに発売いたしました。皆さん、どうですか進捗具合は。おそらく、今、ちょうどやってるとこだわ、っていう方も、多いんじゃないかな、と思っております。で、自分もですね、久しぶりにこちらのリマスター版をやってるわけですが、どうですかなんか、良くも悪くも、ね、何度か動画で取り上げていますが、全然変わってねえな。 って感じですよね。なので、まあくも悪くも、プレステ自体とか、あとはゲームキューブ版はちょっと自分はやっていないんですが、まあプレステ版とはね、そんなに変更点はないのかなっていう印象でございます。まあこれがいいのか悪いのかっていうところは本当にね、難しいところではあるけど、良 <laughs> くも悪くも、みたいな感じでしょうか。で、その中で、えっとね、テイルズオブシリーズっていうところで、日用儀が今作も、 あるわけですよ。で、この非容器がね、例えば最近のアライズであったりとか、他のテイルズシリーズもそうなんだけど、そんなに非用器って出すの難しくなくて、ただ昔のシリーズって本当に非用器なんですよ。これどういうことかっていうと、なんかその特殊なコマンドであったりとか、特殊な方法を使わないとそもそも起こらないみたいな。だからまあ偶発的に出るってことはあんまりなくて、 あらかじめコマンドであったりとか何をしなければいけないのかっていうのをね自分自身で理解しとかないとあと条件も結構厳しいからさ出すことできないんですよなのでまあ昔のストリートファイターみたいな感じなんだけどさ <laughs> マジでこれ難しいんですよまあ今のゲームだとこれなかなかないけどねなかなか鬼畜な仕様となっておりますので今日は容疑って具体的に どうやって出せばいいのかとか、で、各キャラクターごとによって、これ難しくなってくるのが、全然違うんですよ、出し方が。だから本当に難しくて、本当にっていうか、もうめっちゃ難しいです。なんでちょっとそこについてちょっと取り上げていきましょうか。ちょっとまずはこちらをご覧いただきたいわけなんですが、 えっとね、すごい参考になるサイトがあったので、そちらを取り上げていきましょう。で、費用疑の出し方に関しては当時と全く変わっておりません。なぜかというとリマスターになっておりますので。なんでこちらね、プレステ3版の内容になってはいるんですが、概ね内容自体は間違いございません。概ねっていうか99%間違いはございませんと。で、まずロイドについてはこちらが費用疑となっていて、で、条件がね、冒頭で言った通りめっちゃ難しいんですよ。 で、まず条件値としては、デリス・カーランっていうのが、えっと、今後出てくるんですが、で、そこまで進めないといけませんと。で、マテリアルブレードを装備するだったりとか、ロイドの最大 HP が15%以下とか、これだけ見てみると、なかなか大変じゃないですか。偶然で、出すってことはね、やっぱ難しいんですよ。で、これをすべて満たした状態で、で、なおかつコマンドを押さないといけないからさ、 こんなわかるかって感じですよ。だからまあ当時の方もですね、多分攻略本買ってない方は知らないと思うんですよ。<laughs> そもそもこんなことできるっていうところであったりとか、なんとなくプレイされてる方は多分ね、これ自体知らなくて、まあそう思うとね、なかなかすげえ技というか、ね、なかなかね、珍しい概念だなと思いました。でまあコレットであればこんな感じか。はい。でまあコレットに関してはそんなに発動は難しくないのかな。 ま、一応ね、特定はされているものの、ただそんなにね、難易度は高くない。まあ、ロイドとか絶対分かんないからね。ふふ、しかも最後さ、同情し,しないといけないからね。なかなか、偶然で発生することはないでしょう。で、ジーニアさんはこんな感じ。そう、各キャラクターごとによって、発動の度合いであったりとか、ね、そこら辺の諸々が異なるので、そこのところは注意が必要でございます。で、リフィルであればこんな感じ。で、これも結構大変ですよね。 リザレクションのカウント数が100以上。で、リフィルがオーバーリミット状態っていうところで、まあ、これはそんなにハードル高くないと思っているんですが、ちょっとここの上のところがね、数字を意識しないといけないから、これ満たさないといけないって考えるとちょっと大変ですよね。ただそんなに難しくはないかなと思ってます。なので、これに関しては偶然発生したっていう人もいるかもしれませんね。で、リフィルか。で、条件1と条件2がございます。はい。 で、ゼロスに関してはこちら。結構大変っすよね。そう。これもこれでね、すげえ大変で。これもね、偶然できると思う。これも難しくないか。うん。しかもこれコンボの途中で出すと発動しないとか書かれてる通り、結構その条件が厳しくて、これ見ようと思うとなかなかハードル高いっすよね。まあ狙えばいけると思うけど、やっぱりこれ偶然では難しいと思うわ。で、まあこんな感じ。 費用儀でめっちゃ多いよね。そう思うと。で、今度はこれかなプレセア。まあ、かなりね、かっこいい名称になっておりますが、まあ、こんな感じになっていると。で、オーバーリミッツっていうのが一つのファクターとなっていて、こちらも覚えないといけないっていうところと、あと注釈はね、設けられてる通り、結構その条件が厳しいんですよ。なので、こちらもですね、確認が必須かなというところ。であと、リーガルですね。こんな感じ。はい。 こちらも大変ですよね <laughs>。いや、費用儀めっちゃ大変だなそう思うと、アライズさ、俺も完全クリアまでやって、動画も200本ぐらい投稿したんだけどさ。いやーアライズめっちゃ簡単だったね。うん。なんか、昔のテイルズと今のテイルズしか、俺あんまり知らなくて、中間地点のテイルズって、なんかしばらくやってなかったからさ、知らないんだけど、 ただね、久しぶりにアライズやったらさ、びっくりしたね。なんか、非容器って本当に難しいっていう印象しかなくてさ。ただ、<laughs> 日常的に発動するからさ、アライズの場合は。マジであれびっくりしたわ。どうなってんのみたいな。まあ逆に言うと本当になんかここ最近のテイルズから始めた方とか、久しぶりに復帰された方ってめちゃくちゃびっくりするんじゃないかな。えこんなに非容器って簡単だったのみたいな。 けどやっぱり、その当時、リアルタイムでやってた方からすると、めちゃくちゃ難しいという印象の方が多いと思うんですよ。いや、そんな簡単にできねえだろ、みたいな印象の方がすげえ多いと思っていて、まあ、それを考えると、うん、なかなか複雑なところはありますよね。なんかもうちょっとハードル高くしても良かったんじゃないかなと思いました。じゃないと、なんだろうな、新鮮さっていうか、なんか非容器ってやっぱり非奥義だからさ、要するに、 普通に出してしまうと、つまらなくなると思うんですよ。だからまあ難易度もね、あえて、こういったシンフォニアみたいな感じで、上げていただくと、なんかリア度が増すというか、達成感があるというか、なんかそういったところの側面っていうのはあるのかなと思いました。まあここは本当に賛否両論なところがありますけどね。ただやっぱりそのシンフォニア、久しぶりにやって思ったんだけどさ、昔の作品と本当に、今のその最新作、まあ作品って全然違うなと思いましたね。 なんか世界観だったりとかさ、まあ、ストーリーのその、重きを置いてるところとかさ、まあ、そういったところは、あんまり変化はないかなっていうところなんですが、ただやっぱりね、ね戦闘面であったりとか、なんかそういったところは、やっぱ万人受けするスタイルというか、誰でもできるスタイルというか、難易度自体も全体的には、ね、低くなったのかなと思いました。 で、このシンフォニアっていうのも、えっとね、難易度ね、設定することできるんですよ。設定することが可能ではあるんですが、一方で、難易度ね、簡単にしても、イージーにしても、結構難しいんですよ。シンフォニアって。例えば、アライズの時はさ、めちゃくちゃ簡単だったじゃん。<laughs> 正直 <laughs>。めちゃくちゃ簡単だったんだけど、ただ、シンフォニアってイージーでも普通に難しくて、レベリングしないと、まあ、そもそも勝てない敵とかもいたりとかさ、 割とハードルが高い、敷居が高いという認識だったんだけど、やっぱりその昔のゲームと今のゲーム比較するとさ、なんか今のゲームって本当に簡単だなと思いました。まあ別にシンフォニア自体もそんなに難しいかと言われるとそうではないけど、ただ今のゲームと比較するとやっぱり難易度が高いというか、そのすべてね、クリアしようとか、そういったところをもろもろ考えると非常に厳しい点があるのかなという印象ですね。はい。まあそんな感じでございます。まあ今日の動画では、 非業儀について取り上げてきました。皆さんいかがだったでしょうかただ、こちらの奥義はね、本当に、ぜひ見ておいていただきたいというところと、で、ストーリー進めば、おのずとね、そこのところの条件って、だいたいその、整理できるというか、だいたいできてしまうので、まずはそのストーリーを進めていくってところかな。そこがね、最も重要なのかなと思いました。あと、謎解き要素はね、 なんか今のアライズとか、アライズっていうか今のゲームの方が難しいかもしれないですね。やっぱ戦闘面に関しては結構癖があるからさ。なんか戦闘面が難しいとライトユーザーであったりとか、あとゲームがそもそも苦手な人みたいな、スマホゲーとか <laughs>、あとスローライフ系のゲームしか今まで仕事ないという人からすると、めちゃくちゃハードル高いので、まあそれを踏まえると、お、これいいね。やっぱそれを踏まえるとね、複雑なところはやっぱありますよね。 っていうかさ、スマホゲーが今の時代でめちゃくちゃ流行っていて、で、スマホゲーってさ、なんだろう。プレイヤースキル。ま、PS かな。ま、そんなに求められないものが多いからさ。やっぱそういったところを踏まえると、いろいろ難しいところがあるのかもしれません。はい、ということで、一旦動画終わっていきましょう。最後になりますか、チャンネル登録。そして高評価。忘れずに、ポチッとお願いしますね。おそらく、 テイルズやってる方であったりとか、ゲームが好きだぜっていう方はチャンネル登録しておいて損はないかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そして、テイルズ関連に関しては、再生リスト、アライズであったりとか、シンフォニアございますので、そちらから気になる動画見てください。まあ、最近はね、ホグワーツレガシーとか、ワイルドハーツとか、あとモンハンのアップデーが来たりとか、で、スカバイもね、やってるので、もう時間がとにかくなくてさ、 ちょっとシンフォニアもそんなにやれてなくて。まあ、ゆっくりやっていこうと思っているんですが、非常に大変ですね。あと、カービィがね、明日出るんですよ。2月24日。で、それもやる予定だからさ。いやー、ちょっと忙しいね。ってことでお疲れ様でした。バイバイ。